モンロービルはアメリカが州国ペンシルベニア州西部のアレゲニー郡の自治状態にあるボロである。ピッツバーグ市から東約15マイルにあり、同大都市圏に属している住宅と商業開発が混ざった郊外地である。2010年の国勢調査での人口は28,386人だった。モンロービルは地域の初代郵便局長だったジョエル・モンローにちなんで、 丁名が付けられ、18世紀半ばから後半に入植された。1849年、パットンタウンシップとして法人化され、1951年1月25日になってモンロービルボロとなった。1974年5月21日に自治ルール認証自治体となった。モンロービルはピッツバーグ市の郊外にあり、座標では、 北緯40度25分52秒整形79度45分55秒、北緯4 0 4 3 1 1一度整形79.76528度、40.43111-79.76528に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は19.8平方マイルであり、このうち陸地19.8平方マイル、 水域は0.016平方マイルで、水域率は0.05%である2010年国勢調査によれば、モンロー・ビルボロの人口は28,386人だった。人種構成は、白人79.51%、アフリカ系アメリカ人12.58%、アジア系6.07%、その他の人種0.42%、 ヒスパニック系1.41%だった。ピッツバーグ都市圏では人種的多様性の強い町である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アメリカ国道22号線が事業用道路としてモンロービルを通っている。パークウェイイーストが東に延伸されてペンシルベニアターンパイクと接続された時に アメリカ国道22号線がその道路となり、元々の22号線は、ウィリアムペンハイウェイとして、産業道路22号線となった。京国道22号線が、ボロの主事業地区を通っている。この道路は、ペンシルベニアターンパイクと共に、ペンリンカーンパークウェイの東部、アメリカ国道22号線産業道路、ペンシルベニア州道48号線が交差し、 州内第3の繁華な交差点を形成している。ペンシルベニアターンパイクの出口57番がモンロービルにあり、週間高速道路76号線とのインターチェンジになっている。アメリカ国道22号線もボロの北東部に、ペンシルベニア州道286号線とのインターチェンジがある。ピッツバーグモンロービル空港、別名ハロルド W ブラウン記念飛行場は、 座標北緯40度27分08秒整形79度46分29秒北緯40.452290度整形79.774768度4 0零4 5 2 2 9 0 7 9 7 7 4 7 6 8にある民間空港である長さ2280フィートの舗装滑走路1本があるアレゲニー軍港湾局のバス路線が ピッツバーグ中心街まで運行されており、またバスで通勤する者の,のためにパークライド用、駐車場数箇所がボロ内にある。ボロの主張一人と立法委員会7人がボロ政府を構成している。委員はボロ内7つの小選挙区からそれぞれ一人が選ばれている。モンロービルの幼稚園から12年生は公共教育学区である。 ゲートウェイ教育学区が管轄する学校で教育を受けており、児童生徒数は3800人である。高等教育機関としては、アレゲニー軍コミュニティカレッジボイスキャンパスや、ペンシルベニア州立インディアナ大学のペンセンター、イーストにある衛生施設を利用できる。モンドービル会議場とエスタンスクールオブヘルスビジネス、モンドービル校が、モンドービルボロの中にある。 モンロービルにはショッピングモールのモンロービルモールがある。その他オフィスパークが数カ所と1960年代以来の高層ホテルもある。ありがとうございます。